さあ、リトルノア楽園の後継者パート2からやっていきましょうかということで行きましょう。さて、前回ね、攻略したんですけど、普通に負けました。今日はね、その箱舟に帰ってきたんですけど、手に入れたアイテムとか全部失われたんですけど、失われた代わりにマナっていうね、やつだけゲットしたんですよね。チュートリアルがある。こんにちは。そのマナを使ってなんかね、キャラクターを強化とかできるのかな。で、これがいろいろなチュートリアルなんですけど、まあ、ちょっと俺これ軽く読むわ。チュートリアルはまあ基本的に昔見たやつがもう一回見れるだけだね、ほんと。で、アニマ、これ、右スティック押し込みのでかくなるやつ。アニマ変更するかーいっていう。アニマ、ノアが精霊の力を借りた姿をアニマと呼ぶっていうね、これでっかくなるんだけど、いろんな属性があるんだよな。俺昔火属性使ってた、これ、火属性。これだっついな、通常。よし、まあいろいろあるみたいなんだけど、これまだは選べないので。で、ね、これ、遺跡探索録。今までの記録を探索できますよーってことで、探索。称号とかゲットできます、だって。で、称号の中には、スタチューがあって、スタチューをセットすると、遺跡内で役立つ効果が発揮できる。へぇー。なんだ、遺跡1回探索、ルータス像ゲットした。アタックダメージ!え、5% アップだって。やばいじゃん。で、それを、何?ここに、スタチュー。これ。スタチューをセットできるブローだって。スタチューは遺跡の探索録を達成報酬でもらえるぞーです。だって。じゃ、これ。スタチュー。セットしちゃいますね。来た。攻撃力 5% アップした、これで。で、次、箱舟修復。これだよな、俺がやんなきゃいけないのって。マナを使って修復できるぞーっていう。さて、箱舟の施設を修復しよう。昔はね、ストラテジー系のアプリだったんですけど、これでどんどん施設、マナをね、作る施設とか、貯蓄するとことか、いっぱい作ってたんだけど、それに近しいやつだよね、これは。マナ。だから、これ、何?ポーションを使用できるようになる。これ作っとこう。はい、オープン。ポーション使えるようになったよって、ポーションは人々を回復するアイテムでーす。で、これ、ポーションマジ欲しいんだって。遺跡にポーションタンクを設置できる。使ったポーション補充できますっていう。ポーションタンク。わからんけど。次。基本施設。ダメージプラス 20% アップ。だってもうないんだって、俺全然。ノアのヒットポイントアップとか。生産施設。ゴールドコッコ、ゴールドが受け取れるようになると。そうそう。お金を作る施設とかさ。だからそういう施設を作っていくんだけど。ちょっと待って、全然。全然まだ。できねえ、これ。じゃ、ダメージアップつけとく。攻撃力だよ、世の中。世の中攻撃力だから。いや、まだなんか作れんの、これ。で、次、こっちね。よし。軍機。だいぶいい感じに使えたのかな。で、アストラルハウス。アストラルと親密になりましょう、だって。集めたギフトをアストラルにプレゼントすることができる。絆が深まって潜在能力が開花していくよっていうギフト。はあ、ギフト。え?ラッテとかだったら、え?でもなんか、X ボタン押したけど、通常アストラル、強化アストラル。強化するとこんなくらいになるよっていうことか、詰まるところ。ねえ、ジャンゴ、マロ、ねえ、フライヤー。でも一番使う、やっぱこういう基本は、まず、この、君を鍛えていくんだよ。なあ、ラッテを鍛えていく。ラッテとの絆が深まったっていう、やっぱね、一番のね、弱攻撃を極めていくべきなんですよ、皆さん。こういうのって。そうじゃないですか?ねえ、こういう感じか。きっついな、これ!頑張るか。何回も行って、何回も行って、親密になる強化アイテムをゲットしたり、いいところを繰り返していくってことだね。これ、やばいな。まあね、これまず1個目で、ね、これで、ね。ひたすらこれやっていきましょう、皆さん。任して。まずは、俺の最初の相棒カモンベイベー。よし、ラッテ、ルータス、ジャンゴ、いいね、いい組み合わせだ。これやばいな。攻撃力最初 20% アップしてるだけで前回とほぼ変わってないっていうことなんだよね。要はこれね、よし。でもどうやって倒すべきかっていうのがね、まあちょっと、ね、戦い方ちょっと覚えてきたっていうのはあるけど、これ切るためにはでもお金落としてんだよ、あいつ。だからそうやっていくキャラなのかな。うん、よし、オッケー。さあ、まだ全部やっつけたと思ったらまだいた。ほい、
ほら全部やろう。ブレイクブレイク、よし、オッケー、飛ばせいこう。ふぅ、なかなかに、なかなかにむずいな、このゲーム、やっぱ。なあ。よし、序盤はいいけどさ、ちょっと、おぉ、これどういう風にしていくんだ、いいのかな。ちょっとレッドクリスタルガンブリして、行こう。今回は近距離はさ、でボスとかがやっぱね、さっきのさ、戦ったキングいたじゃん。キングってやっぱ強えのよ。耐久力も全部強えから。どうしたらいいだろうな、ほんと。ねえ、まあ。とりあえず、リングとかつけていって。まあ、強化するために、まあ、隅々まで探索していこう。ノーダメージで全部倒すだって。よし。ほい。ノーダメージやって。怖ー、ノーダメージって。ほい。いける、俺ならいける、ノーダメージで勝ったぜい。なんか宝箱豪華、すごい、いつもより。バーストアップアイテム来た、ありがてえ。よし、ほい。こんなもんかな。その樽とかね、壊すとよくなんか強化アイテムなんか入ってたりするよね。あ、これ何、これアクセサリー、水属性。これ前どっち行ったっけ。全然覚えてない。マップ動かす、見れない。なんかどっち行こう。アクセサリーの方が欲しいか。アクセサリー、前こっち行ったっけ。いや、こっち行ってみよう、わかんねえ。記憶、あ、行ってなかった方来た。なんとなくのノリで選べました、よかったです。氷属性になる俺は。わー、またシーフルいる。さ、前と全然違うぞここ。よし、お金落とせ、もっと。ほら、よし、ジャゴー。さあ、逃げられちゃった。敵結構強いけど大丈夫これ。なんかボムを落とすやついたな。おい、さてこれで全部撃破、オープン。敵がだいぶ強くなってきたな。ここもショップとかあったらしっかりとね、行きたいとこだけど、敵強よマジで。大丈夫これ。よし、ほいほい。割と辛いけどこれ。よいよー。よし、さあ、なんか強化アイテム1個ゲット。全部くれ全部くれ、強化アイテムは。よし、せい、ここ叩き落として、せい。ジャンゴ強いってマジで。このジャンゴにおんぶに抱っこで生きていきたい俺今後も。なんかあるぜクリスタル。よし、これ1ヒットごとにダメージアップ、これ近距離特化でいきたいと思います。今回遠距離のね、アストラル出てこないので、ぶっちゃけアストラルが出るか出ないかで全て決まってくる気がする、このゲーム。ショップこれ。さて回復ね、L ボタンでポーションなんだ。見てこれ、聖騎士ヒルデって欲しい。敵が炎上しやすい。いや、これこっちですね。100回復はまだいらん。行ってきます。いや、アストラルマジで欲しい、これ。だから、お金をね、最初から持っていけるみたいで、多分ね、あると思うんだよ。さすがに。その、何？ゴールドの施設とか作ると。これで、いいで、やりごたえあるで。敵結構時間ないかもな、これ大丈夫かな。よし、時間ない時間ない時間ない、強い敵が、敵思ったより多い、敵思ったより多い。よいしょ、ほいほい。いや、ダメくせえ、時間切れだ。よいしょ。さてさて、もう時間は切れちゃったんでね、さっさとやっつけちゃいましょう。これなんだろうな、俺の攻撃力が足んないのかな、やっぱねえ、ちょっと足りてない気がする、攻撃力が。やはり実に、やはり実に。ノーダメージ倒せチャレンジ来た。おー、危ねー。よし、ブレイク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 、はい。よし、ボム落とすなよもう。イエーイ、もういない敵、また引き返し、やめてやめてやめて。おお、じゃあジャンゴファイヤー。よしよし、遠距離から攻撃するのやめてくれ。よいしょ。さて、あそこにまた強化アイテムある。オッケー。こいつ、なんか倒すとね、めっちゃボム倒すと、めっちゃ強化アイテムくれんじゃん。下は何もない？よし、あと君だけ。
逃げるな。よし、オッケー、ノーダメージクリア。よくやった。もうお金だけなんやけどな、だいたいくれんの。まあありがたいけど、お金でもな十分。これ1500貯めれたらでもう絶対買いに行く俺は。さてこれは何、錬金。おお、やばい、氷属性ダメージプラス 30%。 でも俺氷属性のアストラルいねえ。氷アストラルいねえっていう、どうしようもねえんだか。これこれ罠ゾーンか、ここが噂の。お、なんかいるけど上に、あれ何、ウェーン、これどういうこと、鍵使って開けんのこれって。ねえ、鍵あ持ってっけど鍵なくなっちゃった。中身はお金と錬金。うわー、下焼けなりやすさアップ。設置してる時にダッシュすると氷結の追撃が発生。え、これ強くね、これもいいけどさ。で、ね、これか、床になんかすごいなんか出るわ、ね、これ。お、タリスマ、タイで空してる時にジャンプすると帯電の追加効果。うわ、やばい、いろいろ効果出るやった。これだから地面走れば氷が出て、空を飛べば雷が出る。おもろ。いい効果出たなこれ、いい効果ね。でも1個までだね、あのしかも意外と短いね。で地面限定だもんな、氷も。いや、へっへっへっ、あ、開いた、びっくり、宝箱じゃなかった。何これ、人々マークス、距離が近い時に炎属性が上がるっていう。ひえー、いやもういいか、行くか次。さてボスと戦ったことだな、今度リベンジなるか。今アストラルいねえんだって今回。まあ、マロちゃんとか前言いたからなんかギリギリ戦えたけどさ、前回は。今回きついねこれ本当に、どうしよう。まあ、ただ幾度来ようとも結果同じ、我が天命揺らぎだし。ええんだよこいつ、覚えとけ。なんだ、癒せやがる、逃げろ。あんたは黙ってなさい、私が彼に助けてあげるからっていう。いや生きるかな。え、避けまくろ。よいしょー、もうこれしかできないもんな俺。よし、どうすんのこれ。ジャンゴー、ウェイウェイセイ、もうこれしかないもんな今できんの俺って。なになに、また変な攻撃。あ、これね、衝撃波、これちゃんと安心して避けよう、ちゃんとねえ。やだお前、ブーンブーン、これ何個もですね攻撃。剣1個、あれ痛い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 、ゆるさーん、一回これやっつけよう。はい、ブーン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 、よし、いや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 、変な攻撃やめて。ん、何、大丈夫これ。いや、弾かれる弾かれる弾かれる、ずる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 。ポーション1個持ってるからポーション使いたいね、ここ。いやー、いった、またそれかよ。もう一回行こう、これ2回使える。ブーン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 、ポーションも使おう。死んでもうたけど、ポーション連打してたけど使われへんかったね今ポーション。なんでポーションあれ。ちょっと待って、実戦でいきなりポーション使おうとしてもダメだったぞ今の。そんな、まだ変換。おお、レアアイテムは90になる、これ370マナ獲得。いや俺ダサすぎる今回の。いや、あのボス倒してさすがに今回で、もう一回挑もうぜこれ、一生挑もう。あいだだ、また箱舟に残ってるわ、この遺跡の機能なのかしら、それともよく分かんなくてモヤモヤするけど、マナが回収できたからよしとしましょう。これを繰り返せば箱舟は直し、直し、いつかは遺跡の奥までたどり着けるはず、頑張っていくわよ私っていう。これ相当苦しいけどな今、最大体力増やしてえな。いや違うんだ、生産施設ゴールドが取れるようになるって、これゴールドコッコ、これだよな絶対。もう80しかなくなっちゃった、ゴールドコッコ、ゴールドコッコ、何これ。あ、お金出てきた、見て見て、え、初期から500持っていける、これです。皆様勝ち筋来ましたね。えティーズ、まずまずこれ見て、クリティカル率アップ、ラッテを極める。
ラッテ極めし者になる。だからもっとすげえ強いの来たらね、それすげえ強いので行こう。とりあえずボスまでちょっと行ってみましょうか。道中サクッと行ってきます。うん、ちょっと待って、発明出た、発明、チュロスを夏い、その砲台、家だよ家、ともえ、ともえもやべえんだよな、どうしよう、やけどになる、霜焼けになる、スキル、敵は稀に即死するってやば。ねえ。うわー、星さんだよな、でも。ともえこれ、ちょっと待って、通常攻撃やってみる。3。ドーンって感じだけど、まあ、どう考えてもこれ使うなら、こうだよな。スキルとして使っていくよ。ほら、やばい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 、絶対強えわ。これ、はい、勝ちでーす。今回勝ちでーす。やっぱこれさ、やっぱローグライク系だから、ガチャみたいなとこあんだよ、これ、やっぱ。ガチャみたいなところが、どう考えても。ねえ。ガチャみたいなところをうまく使っていくわけですよ、こうやって。ほら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 、よし。あんまりスキルで使うのあんま強くなかったな、今でも。今おかしいなってちょっと思ったけど。まあ大丈夫大丈夫。いずれ強いから、いずれ。ん？モンスターハウスっていうのが出てきた。やば。すべて敵を倒すと豪華な報酬がもらえますって言って。え？起動する。モンスターハウスカモン。ちょっと敵強そうだけど、これ大丈夫？やべえ、なんか変なところで発動しちゃった。やべ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 。うえい。まあ、全部やっつけたらいいんだろ、とりあえず。困ったら全部やっつけたらいいんだよ、こういうのは。はい。終わり？まだ出てきた、いっぱい。うわ、空も飛んでる。やべえ。おい、全部、ほら、ダモスだ。よし、せい、まだいる？あと1体、まだ2体ぐらいいた。よし、でも意外とただの通常の雑魚敵って感じだから、おっと、タモン、あぶねあぶね。よし、ナイスー、最高じゃん、これ。バーストゲージ、エンジェラ、エンジェラは、エンジェラはいいぞ。エンジェラ。風でよ。風。いいな、いいな、いいな、これ。めっちゃいいな、これ。これ、でもいや、でもこれ、エンジェラでいいんだよな、やっぱ。エンジェラで。エンジェラでいいよな、ここは。でもやっぱ、これ、アストラルがね、増えるってのが、やっぱ一番気持ちいいよ、みんな。ショップだな、下。1500溜まってるし、一回ショップ行ってみっか。さあ、おショップでございますわ。ポーション回復したとき、やけど炎上ダメージ 100%、ドラゴン、うわ、悩むな、これ。いや、でもこれはね、やけど炎上ダメージ、ドラゴン、やけど炎上、いや、炎上ダメージアップからの遺跡の鍵にしとこう。これでいこう。俺は頑張ろう。おお、ディーノ来た、貴公子ディーノ。風ばっか出るな、今回。ふい。でからの風。いや、なんか風がいっぱい出すぎて分からへん。風もいっぱい出してんのか、これ。これ、順番難しい。一旦ちょっと順番変えないこれ。ねえ。遠距離から行かない？ねえ。この方が良くない？最後ら、もう。さ、弱いのから行く時代は終わった。強いのから滑るっていう時代どう？あると思う。鍵を開けましょう。宝箱。火属性のスキルダメージアップ。めっちゃいるやん、これ。あ、これ本来だったら、謎解きながら来るんだけど、俺は、鍵を使って、ズルをしましたね。別にズルせんでも攻略できたな。うわー、また出た。これどうしよう。敵は火傷になることがある。敵は気絶になりやすい。めっちゃ悩むけど、ブラウニーにしとこう。ちょ、待って、これさ、今さ、めっちゃアストラル出る。これ、俺の親密な、ねえ、こう、ちょっと首になっちゃいましたね、これ。火属性で押していきたいからな。俺たち今回。
こうだな。これでいこう。では改めてボス行きたいましょうか。今回こそ勝ちます。もう100億回目のやつ、100億回目のあれ。何度来ても同じだ。逃げろ。いやー、助ける。キングって強えんだよマジで。ほら、風よ風よ。おお、怖えマジで。パンチ、よし。うん、ギガン。はい、で炎のパンチ、風の攻撃、いきまーす。炎のパンチ、これも出しとこう、スキルも出しとこう。よし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 、炎のパンチ、やべ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 、全部避けよう。ほい、体当たりくるやこれ。おお、もう効かん。炎のパンチ、いやもうマジでこれ行くしかない。すごい攻撃、よし、めっちゃ効いてないこれ。これも行くしかないでしょ、こんなの。絶対勝ちに行くぞアニマ。ほら、よけ、あ、やった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 。ほい、炎のパンチからの風の攻撃、勝ったぞ、ついに勝った。やっと勝った。って、あれ、さっきのやつはどこ行ったの。あいつは先に進んだぞ。目的は果たしたとかなんとか言って。うぐー、あなた大丈夫？今手当てを。お前侵入者のくせになんで俺様を助ける。お前も遺跡の力が目当てなんだろ。だ、目の前で誰かが傷ついてるとき助けるのに理由なんて必要ね。猫ちゃんもちゃんと仲良くなろうよ。分かったらもう喋んないで、傷口開くわ。さあこれで猫ちゃんも仲良くなってくれるかな。さあ応急措置でマナー注いだだけだけど、キャラクターならもう動けるはずよ。お前は先に進むのか。この遺跡は私が見つけたんだから。なら俺様連れてけ。俺様はこの遺跡で作られたキャラクターだ。あら、今は記憶なくしちまってるか。道案内くらいはしてやる。記憶が大丈夫なの、あなた。さあな、名前も思い出せねえが大事なことは覚えてる。この遺跡がすげえもんだってこと、守んなきゃならねえってこと。そうね、確かにこんな貴重な遺跡をあんな怪しい奴に好き勝手させられないわね。七三分けの眉毛なし目つき悪をね。名前もう忘れちゃったから、あ、特徴しか覚えてねえわ。いや、一緒に行きましょう。私はノア、ノアリトル。あなたも名前がないと別にないわね。ジッパー、ジッパーなんてどういうかしら。なんだそりゃ、変な名前つけんなよ、チビ。チビ？ケットすんな。行くぞ、チビ。ジッパーって名前は、いじっぱりなあなたにぴったりだと思うけど、いじっぱりね。私うまくやっていけるかしら。さあ、ビクトリー、ついに来たね。あ、マナもいっぱいある。嬉しい。これ、ヒットポイントが51%の時にダメージ受けると残るって。そんなさ、ヒットポイント1の時にダメージ食らうとかあんの？めっちゃ怖いけど。俺、恐ろしいけどさ、大爆風。だって。新しいとこでーす。今回仲間マジ強いからマジ楽勝じゃねこれって思うんだけど、そんなことないのかな。これでもきつい。シーフルまた出てきた。いっぱいいるいっぱいいる敵が。全然効かねえけど攻撃、敵攻撃いて、よし、シーフルを吹っ飛ばせ、もう全部逃げるな敵。よし、あ、シーフルやっつけた。あっちー、お金持ちー。でもそれやっつけれるぐらいに火力上がってんだよな俺たち。だってみんな強いもんな。なんか俺とメンツ今だいぶ、だってもう、何これ、もう毎回このメンツで生きてえもん。スキル炎上とかなりやすさアップ、帯電。いやでもこれね、マジでこの何だろう、マナのこと考えたら真ん中の方がいいんだけど、今ね炎の属性がマジで強えから、今これつけてるだけで多分勝てる。これマジで強い今。我がチーム、我がチーム。よし、じゃあ全部巻き込んでいきましょう。よーし、じゃあパンチパンチパンチ。ほらほら、まだまだ行こう、まだまだ行こう。さあ36ヒット、38ヒット、大量のヒット稼ぎましたね今ので。よし、カモン。よし、いっぱいコンボしていこうこれで。よっしゃ、クリアー。宝箱も2個ゲット。やべ、今未知の領域だからな、ここ。
ねえ、またショップある。うわー、ロンナ2ハリケーンドラゴン、うーん、なんかいっぱいあるけど、うわ、海底ロン買おう。風の槍使いロン、夏いやもう絶対強いけどこれ、ロンちゃんで、ロンは何が強いのこれ、 S ランク、何が S ランクなんこれ、疾風陣台アビリティね、えレベルマックスでアビリティが解放されるんだ。はい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 、ちょっと順番変えてみた、これともえなんか攻撃でした方が強そうだから、ともえから行ってみよう。これともえからの炎炎風の攻撃って感じで行こうと思います。我がチームの最強の連撃解くと味わえって感じで行きましょうか。ちょっと待って、まずね、ここいつものいつものというか、よいしょ、あ、いやいやいや、頭めっちゃ刺さってる、頭刺さってる。でここ攻略しちゃいましょう。はい、宝箱ひだけごま、霜焼けとかの氷耐性アップだって、なんとも微妙なやつ。うわー、ちょっと待って、ほうほう、やっぱ威力高いよなこれ痛い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 で、このねリードのねスキル、これねフーってやると敵のね体力を吸収する効果をあるんだよ。今体力ちょっと12ぐらい回復したと思うんだけど、そういう効果があるから、なんか長期間戦うんだったらマジ強いんじゃねえかなと思って今設定してみた。ねえ、よいしょ、オッケー、だいぶ出る、トレーシー出てきたけどトレーシー獲得。でも今セットするとこねえんだよな、もう俺今メンツ潤沢すぎるマジで、強いわ。さて大爆風ようやくクリアかな、これ回復しときたいな。ちょっとポーション、あ、長押しなんだこれポーション、俺なかなか回復しねえなと思ったけど、で意外と回復量少ねえっていうこれ使い方知れたんでよかったです。さて一番奥まで行きました。いやどうせやられんだろうなどうせやられんだろうな俺、いたな、俺セフィロス見てね、頭しやがって。あなたは愚かな、追いすがるとは。当然でしょう、この遺跡は大発見よ、独り占めさせるもんですか。己が無知にすら気づかぬ、それこそ愚か。なんですって、問答するつもりはない。何、おい気をつけろ、何が来るぞ。何、何様だか知らないけど随分言ってくれるじゃない、ぶっ飛される覚悟あるんでしょうね。何が来んの、何が来んの、うわうわ、ナッツ、これレイドボスでいたよな昔いけ、よよよよ、いった、やばすぎやろ火力、お前ふざけんな。いやちょっとこれもわかん、これは一回アニマ使っていこう、アニマ使おう、これ普通に強い、これはよし、よいしょ、とりあえずマジでまずいので、これはいた下がろうと、なに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 、やばすぎるやばすぎるやばすぎるどうすんのこれ、いた死んだけどちょっと待ってか避けれんがなあなあ、絶対勝てねえよなってるって、これ最初はし、いや俺最高のメンツだったんだけど、今見てアストラルとかまだ変換、うわすげえこれ、俺もう一回今のメンツでいけ言われても無理だよマジ、相当良かったんだけど今のメンツ、極レアって感じマジか。あーまたやられちゃったわ。あでも来てる、ジッパーじゃん、あらジッパーじゃん、一緒に来てくれたの、まあな、道案内してやるって言ったし、手前ほったらかすわけにもいかねえよ。はあ、真面目なとこもあるわじゃない。私の箱をねだからのんびりしててちょうだい。ふん、のんびりなんかできるか、あの黒いやつ早く追いかけねえと。それは私だってそう思うけど、急ぎすぎて準備を怠るのもよくないわ。あいつなんだか変なもの用意しないとね。いや、そうかよ。俺様が準備ってやつを手伝ってやるからよ。役に立ちそうなのを集めてやるから、感謝しろよ。なんか集めてくれんの、ジッパーって。ジッパーありがとう。物ちょうだいなんか。マナちょうだい、マナ。マナが欲しい。もうなんか探索力が増えた。うわー、最大ヒット50ブロッカー、うーアニママスト5回、なんかいっぱいゲットした急に。これか、支援要請ってやつ、なんかくれんのか。いやこれがくれるんじゃねえのかこれ。
ジッパーにギフトをプレゼントしよう。新ランクが上昇します。新ランクが高いほど遺跡の探索中によりいいアイテムがもらえます。だって新ランクはリセットされる。何？1個だけあげとく。支援内容100ゴールド、アストラル1個。いや微妙だな、思ったより。支援ってそういう意味だと箱舟がね。でもやっぱ生産施設って絶対大事だと思うんだけどな。ねえ、アクセサリー受け取れるようになる、ポーション回復量アップ、ねえ、ポーションの最大所持数アップとか、なんかいっぱいあんだこれ。警官シリーズ、アクセサリーシリーズ。いやでもとりあえず一応やっぱ基本的なやつを、ねえ、エーテルスラストを使用できるようになるって。何それあげとくか。これ何これ、エーテルスラストを使用できるようになる。エーテルスラストはノアが高速移動して攻撃する特殊なアクションです。なんか出た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 。長押ししている間は時間がゆっくりになって攻撃したい方向を入力して長押しするとやめます。いろんなコンボしましょう。だってなんか新しいの増えたな。スキルの編成枠プラス1もこれ熱いんだよな、地味に。これねえ、ゲートエレメント、これ知らないやつ来た。ゲートエレメント追加です。何これ、効果が1種類増える。あーこれいいね。なるほど。必要なアイテムは強敵を倒すと稀にドロップするっていう、そんなやつでした。え、見て、アストラルハウス、死神プルート解放、鋼のキング解放だって。うわー、懐かしいな、クイーンとか。ねえ、シーザー、これ一体だけしか作れなかったやつだったっけ。ちょっとなんかもうこの辺りあんま覚えてないな。最後の方なんだよ確か追加されたの。とりあえず500あるから、なんか別の、やっとこうかな。グローポットもいいけど。これはちょっとまずこっちだな。ヒットポイントプラス20。ちょ、まずこんなもんにしておきましょうかね。今のところは。スタチュー台プラス1も熱いけど、これも。さあ、アストラルハウス。これどうしよう。結局のところ、ジャックが、ジャングじゃ、ジャンゴが、すげえめちゃくちゃ使うから、ラッテ。ラッテ別になー。なんかそんなつもすぐ外すことなりそう。これ、きっついな、これ。一旦ね、一旦、君を、ね、アタックダメージ2%アップとか、ね、熱くやっていこうぜ、もう。もう振っていこう。もう振って、ガンガン振っていこう。よし。クリティカル3アップ。いやこれもうガンガン振っていこう、ガンガン振っていこう。よし、一番使うのは一番やっぱ強化しよう、早めに。こうしていこう。OK、ナイスだ。あ、お金くれた。ありがとうございます。お金ありがとうございます。500。ニワトリマジで便利だけど。マジで。お金施設は絶対早めにやっとこう。よし、とりあえず皆さん今回ここまでにしましょうか。ちょっとまだまだね。これ、あ、これがあれか。ドーンっていくやつね。こうやって。こっちに飛んだりできるやつとかいろいろちょっと使いこなしていかなきゃいけないので、まだまだ僕は雑魚ですが、今後少しね、いろんなことを覚えて少しずつ強くなっているように、いけるように頑張っていきましょう。それでは終わります。皆さんチャンネル登録したい方、チャンネル登録や高評価よろしく。早く修復したいね。まだ集め頑張ろう。それではまた次の動画でお会いしましょう。